皆さんいかがお過ごしですか福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です今日は私今村敦子がお届けします皆さんはブルーリボン運動という言葉を耳にしたことがありますかこれはブルーリボンの青いバッジを胸につけ北朝鮮による 日本人拉致問題の被害者が一日も早く祖国日本に帰国できることを願う運動です。私たちは拉致問題に深い関心を持っていますよ、支援していますよと意思表示し、周りの人々にアピールするのです。ブルーの色は日本と北朝鮮を隔てる日本海の青い海と、 被害者と家族をを結ぶ青いい空をイメージしています北朝鮮による拉致問題なんて遠い昔の話ではそれに国と国に関わる国際問題そんな問題に一市民である私たち一人一人ができることなんかない政府の代表に任せるしかない そう思う思人ももいるかもしれませんでもそんなことはありません一人一人でできることはいくつもありますこのブルーリボンを身につけることもその一つです毎年12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です福岡市でもこの 啓発週間を中心に講演会やパネル展を開催していますこうした拉致問題に関する講演会やパネル展に行ったり街頭で出会った署名活動に協力したりすることも私たちにできることです政府が認定している拉致被害者は十七人ですがそれ以外にも 北朝鮮による拉致の可能性が排除できない人々が数多くいると言われています。警察庁の発表によるとその数は全国に883人福岡県警の発表では22人福岡市内に限っても5人の方が公表されています。拉致問題は 人間の生命と安全を脅かす深刻な人権侵害です決して過去の話ではありません今も続く私たちの身近で起きている問題です基本的人権に関わる重大な人権侵害問題だということを忘れないで自分たちにできることを今一度考えてみたいと思います